電検参集問題解説のの動画をごご覧いいただき誠にありがとうございますす日本エネルギーー管理センター専任講師の西山です今回は平成30年度理論科目の問いの2について解説をしていきたいと思います。こちらですね、平行版空気コンデンサーの、えー、電解の強さに関するちょっと文章題になっているんですねで。結構この文章題って非常にわかりづらいんですよねで。特に今回の課題、問題の場合っていうのは、 この誘電体とか導体を挿入した後の、まあ、電解の強さの変化について、ね、見ていくんですけども、この厚さとかですねこの,この挿入する誘電体の厚さとか、あとは誘電率とかが具体的な数値で示されていないんですよね。だから非常に分かりづらいんですよ。でただあの解き方のコツとして 数値を具体的に示されていないのであれば、自分に都合がいいような数値で扱っちゃえばいいんですね。まあ、そこが、えー、一つのヒントということになります。さあ、えー、それではですね、早速見ていきたいと思います。まず、えー、極板間の距離が D0 メートルの平行板空気コンデンサーで、極板間の電圧を一定とするということですね。でまず、1番目が、 極板と同型同面積の固体有電体で、えー、非有電率は1より大きい。つまり、この有電体っていうのは、有電率が空気よりも大きいということですね。まあ、電率が大きいってことは、まあ、コンデンサーに使った場合は電荷をためやすいということですね。はい。で、えー、厚さが、えー、もちろん D0 よりね、小さい。まあ、そうじゃないと入んないですからね。はい。これを極板と平行に挿入すると、空気ギャップ、つまりもともとある空気の部分ですね。 ここの電解の強さは、有電体を挿入する前の比べてどうなのか、まあ強くなるのか、弱くなるのか、変わらないのか、これを見なさいということなんですね。さあ、それではですね、ちょっと具体的に図で表していますので、そちらを見ていきたいと思います。はい。まあ、これがまず、挿入前の状態ですね。はい。で、今、仮にですね、面積を S と置いてます。使わないんですけどね。はい。 で、えー、ちょっとすみません、雑で申し訳ないんですけども、もともとの電解の強さ E0 で、えー、中が空気ですから、誘電率はイプシロン0、そのままですね。はい、でこの D0 メートル全体にこの V ボルトがかかっていると考えます。今、まあ、仮にですね、こう下の局番の電圧を0、まあ、電位ですね、電位を0としています。まあ、そうすると、えー、この D0 メートル全体に V がかかりますから、えー、この部分の 電ののの強ささというのは D0 分の V と表されるわけで、すよね。はい、で今度、U データを挿入するということなんですけども、問題で言ってるのは、この D1 は D0 より小さいよしか言ってません。で、わかりやすくするために、2分の D0、ちょうどこの半分の厚さと仮定して解いてしまいましょう。その方がわかりやすいんですね。で、そうすると、このようになると。 で今、えー、0V 側に挿入しました。どっちに入れろって指定はないので。はい。で、えー、そうすると、上の方がまだエアギャップ、空気ですね。こちらの電解の強さを E0。ちょっと単に書くとぐちゃぐちゃになってるんで書いてませんけども、E0。で、下を ER としておきますと。はい。で、えー、今、もともと D1 を2分の D0 と仮定してますから、えー、ど,ちらどちらも大きさは D1 メートルってことですね。 でもちろん全体は D0 で変わらず、かかっている電圧も V で変わりません。さあ、ここで、重要な、まあ、法則というのが、これあの、当センターの動画の中でも何度かご紹介をしているんですが、静電容量を直列にしたとき、ここ大事ですね。直列にしたとき、電解の強さは、有電率に反比例するんですね。はい。ということは、EG、えー、e ギャップの方の電解の強さっていうのは、この下の有電体の電解の強さよりも、はい、えー、反比例ですから、今、有電率は下は E0、ER、ER、イプシロン0、イプシロン R、上はイプシロン0ですから、イプシロン0分のイプシロン0、イプシロン R、これは反比例ですからね。そうすると、イプシロン R×ER、ボルトパーメーターとなるんですね。で、今、問題の定義として、非有電率は1より大きいと言ってますから、 ギャップの電解の強さは、有電体の方の電解の強さよりも大きいということがわかるんですね。で、ここでね、だからな,だからなんだよ、まだわかんないじゃないかと思うと思うんですが、ここでポイントは今ね、D1 は2分の D0 と置いてるんですよ。で、もしですよ、本当は上の問題でも同じ状況で考えたらもっとわかりやすいんですよ。つまり、 もともとね、挿入前も、わざとこれ、ちょうど真ん中で区切って、今ちょっと赤で書きますね。真ん中で区切って、ここをね、D1 と置いて、で、ここじゃあ EG と置こうかと。そうするわけですよ。そうすると、これ、中の材質が均等ってことは、全体に V がかかってるってことは、今 D1 って半分なんですよね、D0 の。ってことは、半分の2分の V がかかるんですよ。そうすると、EG っていうのは、 2分の V を2分の V を D1 で割ったもの。で、これって置き換えますと、2分の v かける2分の D0。ってことで、あ、ごめんなさい。ってことで、えー、まあ、当たり前なんですけど、 D0 分の V ですね。はい変わらないんですよ。で、どうでしょう要は有、有電率が均等であれば、半分の電圧がかかっているということは、どちらも電解の強さは同じはずなんですよね。はいところが、今、ギャップの方が、有電率、有電体の方よりも電解の強さが強い、で距離は同じってことは、結果的にですよ、かかってる電圧の大きさが高くなったってことなんですよね。この 距離は半分で、さっき定義したと変わらないのに、かかる電圧の大きさが高くなったってことなんですよ。電圧解の強さが強くなったってことは。はい、ということは、えーまあ、ちょっと今、言葉が少し矛盾するように聞こえますが、はいえー、同じ空気の時だったら、半分に分けたら電圧が半分になってってなったのが、はいえー、半分に分けたことによって、えー、片方、有電体入れたら電圧が高くなっちゃったと。 1> 1 2 1じゃゃななくっっちゃったんですね、はい、もし同じ電圧かかるんだったら電解の強さは変わらないはず。てか同じのはず。ところが電解の強さが強い。つまりかかる電圧が高い。ってことは、えー、言い換えると、元々の E0 よりも EG は大きい。電解の強さが強いということになるんですね。これ、どうぞ分かりますかね。うん、で、ちなみにね。 あのなぜ反比例するのかっていうのが、ちょっとまだ分かってないよって方、ちょっとお見せしますと、はい、コンデンサーを直列に接続したときっていうのは、はい、上も下もどちらも蓄える電荷の量が同じになるんですね。そうすると、まあ、ここで S を使うんですけども、はい、上の静電容量っていうのは、D1 分のイプシロン 0SVG、はい、このギャップにかかる電圧ですね、VG。で、これをちょっと変形しますと、S× イプシロン 0D1 分の VG。 この D1 分の VG っていうのが EG なんですよね。はい。すみません、これタイ抜けてますね。これ、クーロンですね。はい。で、下の有電体の方も同じなんですよ。蓄える電荷の量は。で、同じように計算をしていくと、はい。S、イプシロン0、イプシロン R、ER、クーロンとなるんですね。はい。で、今、同型同面積ですから、S 一緒なんですよね。ってことは、こうやって変形できるわけです。変形できるわけです。 s イプシロンゼロ EG が s イプ、e、シロンゼ、e、ロイプシロン RER と等しいと。そうすると EG イコールイプ、e、シロン RER となるんですね。はい。まあ、これがえ理屈なんですね。で、わざとですね、えー、問題の定義通り、はじめ D0 分の V とやって求めましたけども、本来比較するのであれば、もともとの方も、もともとのね、要は空気だけの時も、有電体挿入後と同じように、 えー、分けて分圧という考え方をした方が比較はしやすいんですね。まあ結果一緒になるんでね。はい。さあ、えー、これが有電体の挿入時です。なので、えー、問題の選択肢で言うと、強くなるですね。強くなる。はい。で、次です。こっちは今度逆に簡単なんですね。はい。じゃあ、えー、問題の文章を見ていきますと、今度は、えー、有電体の仮に胴体入れたんですね。 で、えー、もちろん D2 が D0 り小さいと。はい、そうすると空気ギャップの電解の強さはということで、はい、これ実は簡単です。はい、今、導体を挿入しました。で、えー、まあこれ図で言うとね、D2 と DG 同じになるんですけど、これ別に一種じゃなくても簡単なので、どちらでも構いません。はい、えー、導体を入れたところっていうのは、もう、等、えー、でいいなんですね。はい、えー、電圧は、まあ導体の部分には電圧はかからないというふうに考えますから、この状態だとですね。はい。 まあ抵抗が0ですからね。はい。そうすると、えー、もともとかかっている電圧 V が、えー、D0 全体にかかるではなく、ギャップの部分だけにかかるというふうに考えるんですね。で、そうするとこうなりますと。えー、電解の強さ EG' は DG 分の V。で、この DG っていうのは D0-D2。はい。で、えー、当たり前ですけども、これ D0 から引いてしまうわけですからね。 はいえー、もっとこの EG ダッシュっていうのはもともとの電荷の強さ E0 よりも大きいよねと、はいえー、分母が小さいわけですからね、はい、ということになりますとなので強くなる、はい、ということで、えー、これも強くなるが丸ということで1番ですね、はい、まあ,あの導体の方はね難しくないとは思うんですが有電体の方が結構厄介ですよね はいで繰り返しになりますけども、このように長さが仮定、程、えー、要は過程というか、長さが明確に決まっていない場合は、自分で分かりやすい長さとかに、えー、設定しているのが重要です。そうじゃないとですね、真面目に考えると、もう、まあ、数式だけでやろうとすると、わけわかんなくなってしまいますので、なるべく分かりやすいように考えていくと。と、はいうことでね、えー、まあ、やっぱり肝はこの有電体ですよね。はい おすすめのやり方っていうのは、今回わざとね、えー、違うやり方をしたんですけども、はい、えー、挿入前と挿入後、どちらも同じ状況で考えると。つまり、ギャップを求めるっていう方は同じような状況で仮定するんですね。つまり、えー、挿入後、えー、D1 を2分の D0 と組くんであれば、挿入前も2分の D0 の距離で、えー、ギャップを考えて、これで考えていくと。まあ、そうすると分圧。で、2分の D0 だったら、えー、 V を半分にした、同じ電圧、V を半分にして電圧がかかりますよねと考えると。はい。で挿入後は V を半分にした電圧じゃなくて、もっと高い電圧がかかりますよねって考えていくということですね。まあ、これがえ一つのやり方であります。まあ、ちなみにこの問題って、蓄えられる電荷で考えてもいいんですよね。有電体挿入後っていうのは、全体の静電容量が大きくなりますから。 ってことは、蓄えられる電荷の量が大きくなるっていうふうに考えていただいても結構です。あくまで今回ご紹介したのは、一つの方法ということで、他にも解き方はありますので、まあ、いろんな解き方で解いてみるといいかもしれません。はい、ということでございました。はい、えー、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、えー、簡単そうに見えて、実はかなり難しい問題なんですけども、まあ、結構静電容量の問題っていうのは出題頻度が高いですから、皆さん必ずマスターしていただければと思います。 それでは、えー、次回の電験算種問題解説の動画もご覧いただければ幸いです。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電験算種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。